リーズセンターと日本の JR 東日本グループが運営しているアトレに来ました。きらびやかですね。サラペラ。あ、本当や。インフルエンサー、ソーシャライザー。最近ご出産されました。手を組む。うん。なんでそんな知ってる。VR 体験ができる。へえ、すごい。やる？やる？めっちゃ怖い。シートベルトするってことはいつも揺れるってことやで。へえ、面白そう。自分のすごいこれぐらいの前に映像が出てて、なんか映画館にいるみたい。なんか中国人のおじさんと自転車の後ろに乗って今からなんか山を登ります。めっちゃ怖い。全然伝わってこへん。めっちゃ怖いで、なんか汗かいた、ここ。めっちゃ入れてる。爆笑してる。入れてもいいと。入れるという。いつもソイミートが多いな。で最後に自分の好きな麺を入れます。漢方の匂いがすごいです。めっちゃ体に良さそう。結構色濃いけど別に味はそこまで強くない。あ、もう全然。私は宮崎さぬきうどんにしました。新しくできたから綺麗やし、道も広いし、広々としてて、フードコートってごちゃごちゃ混んでるイメージがあるけど、いろんな場所で食べれるようにしてたり工夫されてるよね。うん、まあ、ハイヤーさん結構食べてる人おるね、さっきから。うん、具だくさんのおかゆのお店です。今
アトレの中は停電になりました。ですね、早速じゃあ買ってみましょう。これかな、これですね。天珠鮮奶一杯天珠鮮奶中杯大杯中杯中杯冰块甜度呢去冰然后微糖一杯就好吗？一杯就好60块哦。もうできました。注文して30秒でできました。いつも行列ですけど今日は空いていましたね。今日は多分停電が発生しています。ここの天柱がまだ暖かくて上が氷入ってて冷たいのでこれを今から混ぜていきます。飲む前に必ずチェックして飲みます。これは勢いよくいただきます。美味しいです。結構チェンチューが甘い。すごいもちもちで黒糖味のチェンチューなのでお砂糖は 30% でもいいと思います。黒糖のタピオカがもっちり、台湾でいう救急救急カフェインもないので一杯コーヒーもらいました。日本のカルディと同じ。飲料の提供は行ってないんですけど商品が期間限定と言われています。フルーツサンド。飴じゃない、キャンディーじゃない、なんかテレビで見たことある。これスペインのやつじゃない、サラミみたいに。うん、なんかめっちゃ熱いらしい。すごい、あ、なんか専用の手袋、うん、すごいね。このようなものか。未知の世界。これはパッションフルーツですね。美味しい。ちゃんとパッションフルーツの味する。ちびまる子ちゃんとかあんねんけど。東京百貨店で5個買われてない。今からブリーズスーパーに行きます。日本の食材がいっぱい、お値段はちょっと高い。ブリーズの中に入ってるスーパーはどれも結構高級 で日本大好きだからじゃあ日本のものがいっぱいあります。はい、行ってみましょう。台湾人の方で忙しくて日本に行けない、これを絶対買いたいっていう人はいいかもしれない、うん、ですね。ここのおはぎ屋さんがいつも気になってるんですよね。人がいっぱいで。おはぎもある。サラダとお惣菜屋さんですね。台湾でこのクオリティ、うん、日本のデパ地下にはちょっと劣るかもしれないですけど、うまい。コロッケ売ってる。このお値段がいくらかというと120元、日本の大根800円します。鳥取県のネギも結構いいお値段。青森県産のごぼう185元。これお刺身6種盛り680元、まあ、800円900円ぐらいも出せば食べる。